はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイカップヘッドの続きをお送りいたします。はい、前回はカール博士のロボットを破壊し、あのメデューサみたいなやつと言いましたよね、カラマリアでしたっけね、彼女を倒し、そして さらに舞台女優サリーなんかね、舞台で演劇を繰り広げながら戦うみたいな感じはね、ちょっとなかなか優雅、まあ、難しかったですけど、優雅な戦いも制覇して、残り2つということになりました。ということで、出席自体はね、多分こっちに1個あってたもあったと思うんで、そっちからちょっと攻略をしてまいりました。これですね、はい、デコボコ山脈、もう名前からして嫌な予感がするデコボコ山脈なんですよね。でもデコボコしている地形がね、デコボコしてて戦いづらいって言うんだったら、ホーミングが結構ね、もしかしたら役に立つかもしれませんね。はい、状況に応じて使い分けていきましょう。ほら、こういう戦い方ができるわけですからね。あー、あおあお、復活するパターンでございましたか。あー、そして厄介そうな攻撃してくるね。あと、この炎も倒せる。あおう、今あの飛び移ろうとしたら多分あー言うて押し戻されました。あーちゃ、場所によってはパパがパパが無視して進んでいくのもありかもしれませんね。あら、たまたま。おお、これこれこれ。よし。絶対間違った攻略はですけどね。あれ、でもこいつ本当に倒せるのかな。いや、もしかしたら無限かもしれない。あー、無理ー。どうなんだろうなー。これだったら一発だ。あ、一発だ。パスで倒せた方がいいなー。あー、もうさっきから同じミスしてる。はい。しっかり溜まって打ち込んでいけば、相手に攻撃させることなく、ね、立ち進めるわけですから。はい、こういう時は、後ろに出てくるやつを。あ、オッケーオッケー。倒せるのかな。あー、倒せそうにない気がするな、なんか。オッケー。これどうやって取んの。落ちちゃいますよね。はい、お、なんだ、おー、なんだなんだ。あ、今の炎まだ逃げきたな、多分。はい、さあ、なかなか厄介そうですよ、これ。あ、そして到着。おお、見てきた、なんか出てきた。なんだこの顔は。どんなことをしてくるかも分からず壊してしまった。おお、無限に湧いて出てきますか、こいつら。おお、厄介な攻撃。あー、マジできん。あれ、ちょっとさ、あの、まあ、でも同じ位置にいれば絶対ダメージ受けないですよね、軌道が一緒だから。あいつが何してくんの。なるほど、そういうパターンですか。逃げるだけかな。ダメージ取ってませんよね。
らら、コニン、今目がくらんで、操作、操作が。見てるだけで良さそうですね、多分。またやらかしようと。あー、もうちょっと序盤でのダメージはやめよう。ほんまに。攻撃してくる相手を優先して倒しましょうね。はい。いやーでも下まで下がったところでダメだもんな。実はここにバリできるものがないね。なんだろうじゃあ。ちょっとわからんですね。余裕があるときは恐竜を倒しましょうね。てか恐竜を倒すことを優先すれば、この泥人形みたいなやつらをかわすこと自体はそんなに難しくないので、出た。ため2発で壊せるんですけども、タイミングが悪いとこのちょろちょろ出てくる雑魚的に邪魔されてしまいますので、落ち着いていきましょうね。うまくいけば一発も攻撃させることなく破壊できるのはまあありがたいですね。よっしゃ、ここはね、落下に注意。とにかく打ちなければ良さそうなので、しっかり足元とあと火の玉がいるときはね、火の玉の動きに注意して、一回落ちたらダメだ、これ。多分。置いてけぼりになります。いやー、参っちゃうねー。シンプルながら、ちょっとこう、手強いですよ。最後のあれね。あそこまでのステージ構成自体は落ち着いていけば結構いける内容になっているかなと思うんですが、とにかく慌てないことですね。あ、ここにはいいや、無視しよう。ちゃんと正しい取り方で取ろう。なんかあるはずです、絶対。完全に今追い詰められた。恐竜を倒すことの方が重要な気はしますけどね。ゲリが溜まって、ああしまった、あんなやつにダメージ受けちゃったよ。大して何もしてこない。しまったな。OK。 さあどうかな。はい、回のジャンプをしっかり。大丈夫、いける。いける、いける、いける、大丈夫、大丈夫。危ねえ、火の玉やべねえ。
イエッサー、オッケー。最後あれなんでこけたん、下に穴があったんですかね。よし、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 いいんじゃないですか。ああ、激。ランクは B マイナスか。まあ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 。まあ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 。クリアできればよかろうですよ。さあ、あと一つか。最後どこにある、あの、多分上の方ですかね。コインが3枚手に入ったので、ちょっと今一度お店に行って。ワールドさっさだけ一回で最初のバリクスの敵が攻撃、これ気になるんだよな。これ買いましょう。おあー、2つ増える。でも攻撃力が下がるって書いてあるので、あの、1つ増えるやつよりもさらに攻撃力が下がるんだと思います。まあさらにこうね、あの、メリハリのある効果のアイテムということになりますけどね。でもどちらにしても装備できるのは1個だけなので、本当に状況に応じて何が便利なのか何が有利なのかはね、まあ、それこそ1回戦ってみたりね、プレイしてみて、あ、このステージこれがいいってなったらそれをプレイするよね、使えばいいわけですからね。カジノレイルロード、よし、行きましょう。これワールド3最後の相手ですね。位置的にも多分一番最後に来るであろう場所ですから、かなり手強いんじゃないかなって気がしてますが、どうでしょうか。さあ、来た、幽霊だ、目玉だな、ほい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 、あれ上から落としてくるね。ああ、おびくりした。ああ、何、そこにも動くの、え、そんなんどうしたらいいんだろう。ということはこうの方がいいかな。ああ、あ、理解しました。今のこいつの動きで理解しました。ちょっと今自分でやってしまったな。ということはここかなりゲージが溜まりやすいですね。ただいつまで経ってもアイスが倒せそうにないような気がしてならないんですけど、そこは大丈夫なんですよ。はい、ちょっと時間かかってますね。そう、誘導弾があのパンプキンの方に行っちゃうことがあるんですよね。これなかなか終わらんぞ。ああ、やっとだ。さあ次、おーい、とりあえずこれを食らっときなさい。そういうことですか。はい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 、あのところに移動しないとベチャってされるわけですね。果たしてこの戦い方でいいのだろうかどうか、ちょっと悩み中ですね今。確実ではありますよ。確実ではあるんですけども、ちょっとまあ、いくらよね。めんどくさいやったらもうほんまに第1形態の時点でビーム使えちゃってもいいと思いますね。第2形態のあのスケルトンはどちらにしてもなんかビームを使うのが難しそうなんで、あれダーンやっちゃえ、なんならそれでも倒せてないし。でまたゲージ貯めればいいね。
オッケーオッケー。ほら、あっという間にゲージ溜まっちゃいました。こういうことですね。危ないよ。これ真ん中に行っときましょう。あ、今ね、あいつは手助けしてくれた。いいですよ。オッケー。さあ、そしてさらに後ろはなんだ今度は。はい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 、なるほど。ああ、間違えた。自分でバギーしちゃって、なんかミスっちゃった。ここでビーム打っちゃおう。ああ、もうちょっとだな。うん、大丈夫な気がする。落ち着いていきましょう。だダメダメ、 そんなミスはダメ。いやー、しかしまあね、いろんなボス戦ってきても目が慣れてきたからっていうのはありますけど、でも本当に相変わらず見ても一つ一つのアニメーションが本当に細かくてね、ユニークで背景も相当に作り込まれてますもんね。これ、こういうスクロールを見たりするとね。これは本当に続編ぜひ当ててほしいなっていう声も多いんじゃないかと思います。まあ相当に作るの大変でしたでしょうけどね。でも本当に話によると本当に全部手書きだということだそうなので、まあ手書きというか、制作の過程が本当に全部手書きだったかどうかは知らんですけど、なくともイラスト、全部イラスト、まあ要はその CG では作っ、CG だけで作ったものはないっていうことなのかな。だから、うん、話としては、それはむしろありがとう。これはね、逆にビーム使うのが難しいんで、むしろパンプキンが助けてくれてんだけど。あ、やったやった。何もしてないよ、俺、バギー。あ、しまった。今のは、俺のミスですね。ここで、撃っちゃう。ダーンってね。はい、倒しましたよ。あ、やっちゃった。しかも、あいつに足場を動かされたことでもう今は絶対絶命でしたね。やっぱ真下には行かん方がいいな、じゃあ。最初だけ。最初の一発だけちょっと打ち込みました。さあ、で、これを乗り越えて最後、フィナーレがどんな感じになるのかな。フィナーレがどういう風に進むのかわかんないですね。もう、早速キングダイスと戦うのかどうかわかりません。その、さらに裏もね、なんかいましたもんね。よし、結局、3つ目の必殺技を有効活用してないんだけども。本来ならやっぱりあっちの方が強いんかな、このビームより。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。ゲージは溜まってないけど。合ってた。で、いいよ。動かして真ん中に。で、多分次真ん中やから。イエーイ。ああ、また間違えた。バリーのする場所ね。
ビーム打ってくる方と反対側に逃げてのドーンでいこう。あ、反対反対反対、やっちゃったやっちゃった。これはもう2回食らう確定ですもんね、これ反対行っちゃったら。はあ、そうだよな、それもやばいね。それ2回いけますね。いやー、あれあれ、やっぱりあの3つ目のあれか。でもその後にさらにもう一個最後の形態が待ってるっぽいので、最終形態がね、あれが果たしてどうか、どんな感じなのかっていうところですね。えい、さてさて、イエス、パプキ味方なんかなと思うぐらい、こういう時はあのありがたい行動してくれるんですけどね。ただそうそう、気をつけて。ああ、やばい、当たってしまった。当たりなんてあるんだな、本当のタイミングだと。さあ真ん中に来てですね、でここでビームズ、はい、気をつけて。幽霊の撃破を優先しましょう。お、行ったね。真ん中に行こう。さあ、で、おかしいおかしい。弱点が見えた。当てづらい。あ、あ、なるほど。あー、なるほど、なるほど。あー、で、にゃん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 。自動バディも良し悪しだな、こうなると。なるほどねー。あ、ちょっと。自動バディをしてしまうがゆえの誤爆ですよね。なんかそれで結構ミスってる部分もあるから、ちょっと自動バディがねってなっちゃうんですけども、ただそうなるとあの従来のバディが今度は難しくなる。あ、ちょっと待ってよ、ちょっとマップに戻って、ちょっと自動バディじゃないやつにしましょうか。ちょっとちょっと変えてみてもいいかもしれない。今だってバギーを誤ってやってるせいでダメージ受けてるケースがちょっと多かったので、ちょっとそれはよろしくないかなと。間違えた。またこれの方が、あ、まあでも意味ないな、これじゃ。どっちがいいんだろうな。ダッシュチューブ的も意味ないだろうしな、ここじゃ。これにちょっとしてみます。HP を4にしてみてどうなるか。ちょっとね、まあこちら溜め攻撃がありますから、ちょっと攻撃力が下がったぐらいでね、どうこうならないと思いたいんですけど、どうでしょうかね。あ、そっか。さっきまで自動バディやってたもんだから、それに慣れてしまってる。いかんいかんいかん。ダメですよ。ちゃんと自分でバディしましょうね。目ん玉
間を倒す来てるその光景を見る限りでは、あーでもやっぱり自動バギーじゃなくなったせいで難しい。そりゃそうだって話なんですけどね。今まで自動バギーに耐えてた自分が良くない。あーもう、これが当たり前なんですよ。ちょっと待ってよ。ここに来てバディの猛練習をしなくちゃいけないパターンか。あれちょっと待ってよ。ポンポーンだよね。オッケーオッケー。ポンポーンだよね。ポンポン、ポンポン、あーもう、うまくできんかったらもうアウトだね、その時点で。タイミングが悪かったらね。ほいさー。勝手にじゃないけど、合ってました。まあ分かんないですからね。でもでも意外と今端っこにいたら避けれましたね。ということはそういうことなんですかね。じゃあ、あ、ゲージが溜まってない。あっ、さっ、なんだろう、バギーの自動バギー外したって今度はバギーに失敗してますよね、要は。どっちがいいんだろうな。少なくともでも一番最後のパカパカ馬みたいに走ってくるときは下手にバリーしたくない、もうバリーしたいタイミングが限られてくるので、やっぱり自動バリーにしたくないところはありますね。一番最後のことだけ考えれば。ちゃんとバリーしましょう。ね、昔デモンズソウルとか、デモンズソウルとかでも散々やってきた、バリーとか、ブラッドボーンとかでもね、タイミングよくカウンターとかもね、散々やってきた。あの感覚を思い出さなきゃ。ダメだ、ちょっと待って、焦ってる。あんまりひどいようなら自動バリーに戻します。その方がまだよっぽどマシですもんね。落ちたのを確認してジャンプしてでも十分余裕に間に合いますね。うん、OKOK。早加点しすぎないこと。なんで食らっちゃうかな、うまくいってたのにね。ダメ、もう自動バギーに任せよう。こうなったらこんなミスってちゃう話にならん。さっきよりだっていけなくなっちゃいましたもんね、さっきで。だから最後の時だけどうするかを考えなきゃいけないですね。最後の時だけどうにかするか、ちょっとそれを考えなきゃいけないわけですね。さあ、自動バリに戻しました。自動バリに戻したということは攻撃力も少し元に戻った形になります、多分ね。
でオーバーリーがあれば単にジャンプして触れるだけでいいっていうね、超楽ですよね。しかも最初のジャンプずっとバギー状態なので、本来のバギー、まあ、ジャンプしてもう一回ジャンプするじゃないですか。ジャンプした瞬間だけがバギーなので当てるのが結構やっぱシビアなんですね。だからそれもあるからすげえ楽なんでしょうね、バギーが。これでも一回これ覚えちゃったらダメですね、本当に。これしか使えなくなっちゃいますね。これでもあれだね、雑にバディできないですね、この状況。よいしょ。合ってた。あれスムーズに行くときはスムーズに行くんだけどな。はい、ここでバーイ。オッケー、大丈夫大丈夫。さあ来なさい、今度こそ。あらあら、あの骨ブーメランみたいなやつが厄介なんですよね、最後だから。あのちょっとね、まあ、こちらを狙ってくる微妙な感じの動き、あれに対応できるかどうかが最後の試合ですね。何分？ 33分になりそうだな、これやばいな。これでダメだったら一回切りましょうか。このパートでね。ほら、多分このビームにしないと、あの3つ目の第3形態の時に出てくるなんか謎のね、両端から出てくるやつがいますけど、あいつ同時にダメージっていうのが多分難しい気がします。なんならまあ前も言いましたけど、3つ目の必殺技は結局あのカップエッド自体の操作はしなくちゃいけないみたいな状況なので。あーまずい、これはやばい。あーやっちゃったよ。この顔がさ、意外と動くせいでたまにあってなるんだよね。オッケーオッケー、ここで終わらんかったか。よいしょー、イエース。そしてゲージちゃんと貯めましたよ、ここで。ここでビーム打つ。はい、でこっちへ避難する。お化け倒す、お化けを倒す位置も気をつけましょうね。変なところで倒しちゃうと足場が動いちゃいますんでね。あーもう当たらん、さっきから。オッケーオッケー。お、体力2だ、2残しての最終形態。焦らん方がいいのかな。あーもう、あーそうだから、これがあるからダメなんだよな、自動バディしちゃうのがね。はい、落ち着いて。あー、何、落ち着いてって言ったじゃん。
落ち着きすぎてましたね。はい、一回マップに戻ります。35分になったんでね、ちょっとこれじゃちょっとやめときましょう。いやー、あれあれきつい。さあ、ということで、このサーの列車がワールド3最後のね相手になります。これを倒したら、その先ね、多分ここが通れるようになってなんかありますね。 Try your luck ってね書いてますけども、まあ最後の戦い、まあ最後の戦いがたくさんまたステージがあるのか、いわゆるラスボスがドーンと待ってる感じなのかはちょっとわかりませんが、多分まあ次回のパートでちゃんとこの列車をね退治して、退治、列車を退治して、ワールド3終了させての最終局面ですね、お見せできたらと思ってますんでね、はい、もう少しだけ、お楽しみいただければと思います。はい、ということでカップヘッドのプレイ動画、次のパートに進みます。